はいね、今渡月橋を来ました。でね、ご飯も食べました。そんなにね、ちょっとね、隣のお客様がやっぱりもちろんいらっしゃったんでね、喋ることができなかったんですけど、ちょっと酒を一杯飲んで、気持ちよくなります。こんな感じですね。これまあまあ人多いんじゃないですかね。まあ普段がちょっともちろんわからないんですけど、ちょっとね、じゃあせっかくなんでね、渡月橋を、一番人が多いですが、まあ、今まで先週は全然人が、あ、今言ってますね、人が多いって。よかったですね、やっぱりね、観光でやってるところはね、人が多くないと。うん、渡月橋渡ってみましょうか。いや、ほんま、ね、まあ、こっちくっちょら、やっぱりね、いろいろ騒ぎすぎっていうのもあるかもしれないですけどね、うん、気分がいいですね。ああ、川に降りてる方もいらっしゃいますし、渡月橋を渡る萩さん、ちょっと酔っ払ってます川赤いでしょ。はい、こんなに人がいるけど動画撮ってんのはハギさんだけっていう、相変わらずの現象が起きてますけど、うん、すごいね。いや、あ、ちょうど屋形船がいますよ、ほら。最近あの動画こうやって撮るのが堂々としてしまいました、うん、カメラ撮るのとまたプラスアルファですから ね同じようなもんですよ。自撮りでガンガン撮っていますよ。別に誰が見るってわけじゃないからね、萩さんも自分の楽しみでやってるだけなんですよ。で着物着た日本の人もいらっしゃいますしね、いいんじゃないですか。ほら、こんな感じで、まあ綺麗ですよ、うん、非常に、ね、やっぱり着物日本人でいいと思いますよ、うん、はい、渡り切りました、うん、やっぱ雅ですよね。じゃあ今度はどこ行くかな、ちょっと考えながらまたね、交通機関に乗っかっていこうかなと思いますので、じゃあまた。はい、じゃあ到着しました。ここは嵐山の猿がいるとこです。またお買い求めいただきたい方は実際に見せないようにしてください。それではお買い求めいただきたい方のお聞きください。ちっちゃいのもいっぱいおるな。ちっちゃいのある。ほら。ポケ袋や。赤ちゃんやね。
あ、足元まで来とる。ちっこいのか。当たり前のような足元に乗るな。本日は嵐山モッキーパークへご来場いただきまして誠にありがとうございます。お猿さんをご覧の際は近くで見つめない、触らない、お猿さんの餌や餌の食べかす、石ころなどを拾わない、以上の注意点をお守りください。お猿さんに近づきすぎますとそれだけで嫌がることがございます。お猿さんからは2メートル以上距離を保っていただきますようお願いいたします。特に小さなお子様はお猿さんと目線が合いやすくなっておりますので、保護者の皆様はお猿さんとお子様と近づきすぎないよう気をつけていただきますようお願いいたします。またお写真などを撮影の際もカメラをお猿に近づけず2メートル以上の距離を保っていただきますようお願いいたします。本日は嵐山お猿さんも撮りました。ここにもる、ここにも猿。うわー、めちゃめちゃ景色がいいとこに猿。猿、猿と京都の街並みっていう感じね。すごいですね。はい、あの嵐山モンキーセンター、そうですよ、20分ぐらいね、あの渡月橋から歩いてくるんですけど、すごい高低差 150m ありますんでね、かなりハーハー言いながら来ちゃいました。疲れました、正直ですけどね。よさるさん可愛い、めちゃめちゃ可愛いでね、一番登ったからこの景色どうですか。すごい、少しねお猿さん見ながらねまったり休んでいこうかななんて思います。それでは今ね休憩中、後ろに普通に猿がいっぱいいますよ、ね、すげえなそんなには観光客がいるわけじゃないんですけど、でもまあ外国の方多いですね。今までいない結構いらっしゃらない方多かったんですけど、なかなか日本の猿珍しいんでしょうね、まあ、確かに外国行った時こういう動物園みたいな触れ合いところ私も行きますからね。後ろに猿が映っとる、なかなかねこれはね、あのあれじゃバスとかじゃ来ないですよ。喧嘩しとる、ボスザルとかいるんですかね。いや景色もいいし猿面白いし、
か栗かなんか食べてるのかなお猿さん。普通にね質のつく、まあ、もちろん触っちゃダメっていう注意がありますから触りませんけど、普通にいますからね、後ろにこんな近いところで見るってなかなかないかと思いますけど、ちょっとねあの嵐山のね面白スポット的な、景色も良くて猿がいい、ね、歩くのがちょっと辛い人は難しいかもしれないですけどね、うん、猿さん普通におる。ね、お猿さんおったんで、うん、じゃあその辺でまた。